今から一つの質問をします。4つの選択肢からイメージに近いと思ったものを直感で選んでみてください。回答時間は10秒です。それでは早速やってみましょう。今日はあなたの友達の誕生パーティーです。いつも冗談を言い合う関係なので、パーティーでも何か笑える企画をと思い、まずはびっくり箱を渡すことになりました。びっくり箱の中身はというと、本物そっくりのカエルのおもちゃにしようということになったのですが、そこであなたならそのカエルの色は何色にするでしょうか。 A 緑、 B 赤、 C 黒。びっくり箱はあなたのユーモア度のテストです。ジョーク混じりの楽しい誕生パーティーはユーモアの象徴です。そしてそのメインともいえるびっくり箱の中身をどんな色にするかで、あなたのユーモアに対する姿勢を占います。 A の緑を選んだ人のユーモア度は 60% です。ここでの緑は落ち着いた気持ちや相手への気遣いを表していて、相手を驚かすということに対して少し気を使っているようです。あなたは周りの人とのコミュニケーションを大切にするところがあり、さりげなく面白いことを言ったり、相手のギャグにうまく合わせたりできる気配りユーモアタイプでしょう。B の赤を選んだ人のユーモア度は 80% です。ここでの赤はインパクトを求める気持ちや情熱的な感情を表していて、相手を驚かしたいというより、このパーティーを楽しく思い出に残るものにしたいと思っているみたいです。あなたは楽しいことが大好きで、自分が中心となってイベントを企画したり周りを盛り上げたりできるユーモアリーダータイプでしょう。C の黒を選んだ人のユーモア度は 30% です。ここでの黒はいつも冷静で理性的な様子の象徴で、盛り上がるパーティーを少し冷めた目で見ている様子が現れているみたいです。あなたはちょっと大人びたところがあり、楽しいことは好きでもバカ騒ぎはあまり得意ではなさそうです。ギャグやユーモアにも冷静な視点で捉えた毒が混じりがちなブラックユーモアタイプでしょう。